はい、名作映画の解説です。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は禁断の惑星です。これは1956年のアメリカ映画、SF 映画の先駆的作品になります。ロボットが出てきたり、いろんなアイデアが斬新な映画です。では、早速あらすじの方から話をしたいと思います。2200年代、宇宙船が地球から離れ、惑星アルテアに向かうところから始まります。この宇宙船が空飛ぶ円盤の形をしていて、大変面白いです。その惑星には以前移民した人がたくさん住んでいましたけども、今回の任務はその生存者の捜索でした。やがて惑星に近づいてきました。アダムス艦長は宇宙船の中にいるときに惑星の生存者であるモービアスと話をすることができました。で、助けに来たと言いましたけども、彼は危険だからそのまま帰れと言います。それでも宇宙船は惑星に向かいました。で、着陸しますとロボットが車に乗ってお出迎えをしてくれます。そこでアダムス艦長とファーマンとドクターの3人が車に乗ってモービアスの家に行きました。モービアスは学者で大きな屋敷に住んでいました。そこでロボットのロビーが作ってくれた食事を出してもらいます。また家には保安用のシャッターであるシールドがボタン一つで出るようになっていました。モービアスの話だと移民は正体不明の怪物に殺されたと言います。その怪物から守るためにシールドで防御しているのだということなんですね。だから惑星にはモービアスと娘のアルダの2人だけしか生存者はいませんでした。他にはロボットのロビーだけです。で、娘のアルダが登場しましたけども、若くてかなりのミニスカートで裸足で登場します。この辺がちょっとおかしなところですね。彼女は一度も地球に行ったことがなくて地球に憧れていました。で、乗組員のファーマンがアルタに興味を持って近づいていきます。ある時アルタが庭に出て笛を吹くと鹿や虎が出てきて、この惑星には動物もいるということが分かります。で、モービアスはとにかく怪物が危険だということで注意をします。で、宇宙船に戻るとロビーが鉛のシールドを運んできて、みんなで宇宙船を囲んで守ることにしました。で、その夜宇宙船に怪物がやってきました。目には見えずに気配だけがあります。そして艦内にこっそりと忍び込んで機器が破壊されたのです。怪物は目に見えない透明の怪物だったんですね。で、またモービアスのところへ行って事情を話すと、惑星にクレル人が住んでいたと話します。彼らは高度な文明を持っていましたけども、一夜のうちに滅んでしまったということなんですね。で、その家の隣が遺跡になっていて、そこをモービアスを案内してくれるわけなんですけども、ずっと歩いていくと研究室が残っていました。そこでモービアスは研究をしていたのでした。モービアスはエネルギーで自分の能力を高める IQ 増幅器を使って立体映像を作り上げてみせました。次にシャトルカーに乗ります。そしてトンネルを抜けていくと巨大な施設がありました。両側が32キロもあって、縦は7800回もあるような立方体の巨大な建造物です。それがクレル人の残した遺跡だったわけなんですけども、ここでエネルギーが作られていたのでした。で、その後怪物がまた宇宙船を襲ってきました。そして乗組員が数人殺されます。その後電気バリアを張っていると、その目に見えない怪物がまた襲ってきて、バリアに触れて一瞬姿を現すんですね。その怪物の姿が巨大なライオンのような感じの姿をしていました。光線銃で一斉に攻撃をしますが全然歯が立ちません。そしてファーマンもやられてしまいました。そこで IQ 増幅器を使おうと考えて、アダムスとドクターがモービアスのところに行きます。しかしロビーが入れてくれません。何か命令を受けて止められたようなんですけども、アルタがロビーの命令を解除して中に入れてくれました。
そして、ドクターが勝手に IQ 増幅器を使って、体がおかしくなって死んでしまいます。で、アダムスはモービアスを探して、怪物はクレール人の潜在意識の憎悪、憎しみであるとモービアスに言います。そんなことを話していると、またあの怪物が今度は家に向かってやってきました。庭の木が倒されて、いるのですぐにわかります。それで防御壁のシールドを全部バタンバタンと貼って防御するんですけども、その防御壁も破って中に入ってこようとします。そして3人で、奥の研究室の方に逃げていきます。で、通路を強固なシールドで遮断します。アダムスは怪物はモービアスの潜在意識だと言うのですけども、モービスはそれには納得をしません。で、怪物はだんだんと迫ってきてシールドを破ろうとしてきました。黒いシールドが溶け始めて今にも部屋の中に入ってきそうです。でついにモービアスが立って怪物の前に、立ちはだかって何かを叫ぶとその場で倒れてしまいました。すると怪物はスーッと消えていったのでした。モービアスは死にそうな感じになっていて、もうすぐ原子炉が爆発するのですぐに、宇宙船に乗って惑星を離れると言います。で、アダムスはアルタを宇宙船に乗せて惑星を離れます。そしてずっと惑星から遠ざかっていくんですけども、宇宙船の窓からやがて惑星が爆発するのが見えました。というところで、この映画は終わっています。で、この映画のポイントですけども、未知の惑星にたどり着いたというそのワクワク感があって楽しいですね。で、宇宙船が昔の UFO の円盤の形にしているのがおかしいところです。しかし目に見えない怪物が迫ってくるところはかなり臨場感があって怖いですね。それがまた潜在意識の結果だというところがユニークな感じがしました。それとロボットのロビーが出てきますけども、これはもう SF 映画に登場するロボットの、最初の形であると思われますね。代表的な最初のモデルみたいな感じですね。昔アメリカのテレビドラマで宇宙家族ロビンソンというのがありましたけども、そこにフライデーというロボットが出てきて、それも似たタイプのロボットでした。今時そんなロボットはもう出てきませんけども、で、娘がまあ、ミニスカートの形で、姿で登場したのでちょっと驚きましたけども、最初はマリリン・モンローかなと思ったりしましたけども、この人は一度映画の中で注意されてロングドレスになりましたけども、また最後はミニスカートのままでしたね。この映画はちょっと面白いところですね。で、結局艦長のアダムスと結ばれるようなことを暗示して終わっています。で、この映画なんですけども、これはシェイクスピアのテンペストに似ていると言われているようです。で、テンペストでは島の話で、この島の中で、出てきた登場人物といろいろやり取りをするというそういう話なんですけども、それの宇宙の惑星版といった感じですね。登場人物の設定なども似ていて、シェイクスピアの作品の SF 宇宙版といった感じになっているみたいです。ではまた別の作品でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。